今回は本田正信を紹介するぜ。2023大河ドラマ、どうする家康だと、松山健一さんが演じていて、徳川家中の知恵袋って感じの役どころね。うむ、主君である家康も正信を信頼していたようで。家康様の三大好物は、佐渡殿、鷹殿、小禄殿、と家中で評されていたぜ。へえ。ってちょっと待って。これは高評価じゃなく、嫌味の類じゃないの？ってことで、茶番は終わりだぜ。それじゃ本田正信について話していこう。今回も、正信の家系や略歴を先に紹介して、その後に人柄や逸話の紹介、という順番で進めるぜ。はいな。では、家系と略歴からだ。本田正信は1538年に、本田利政の次男として三河で生まれた。飾りの多い顔ぐらねえ。で、同じ本田姓の忠勝とは親戚なの？忠勝の方は本田平八郎家、正信の方は矢八郎家と呼ばれていたが、枝分かれしたのは6、7代前の話なので、遠目の親戚ってくらいだろうな。この助政はいつの時代の人なの？おそらくだが、1300年代中頃の人物と思われる。ということは、約200年前に枝分かれしているってことだから、確かに遠目の親戚って感じでしょうね。そんな本田や八郎家の正信だが、若い頃についてはほとんど情報がない。家康に仕えていたが、三河一向一揆の際に裏切って一揆側につき、一揆収束と同時に三河から逃亡して、後に許されて徳川に帰参した。というのが通説だが、異説もある。ほう、どんな説？正信の父、利政は、一揆と同時期に家康と対立した、酒井忠直に仕えていたようなので、正信も同じく忠直に仕え、一向一揆と協力して家康と戦っていた、って説だな。家康を裏切ったのではなく、もともとは三河内の対抗勢力に仕えていたかもしれないのね。そういうことだな。ま、いずれにせよ一向一揆が鎮圧されると、正信は三河を出て、諸国放浪の旅に出たようだ。追放されたってこと？わからんが、一揆に参加した武将が鎮圧後に許されて、家康の元に戻ったケースがあるし、正信が一揆側代表者として処罰される、ってなポジションにあったとも考えづらいので、追放とか逃亡ではないと思うぜ。家康に従うのなんてごめんだね。僕は自分の生きる道を探すんだ。って感じで、自分探しの旅に出たのかもしれないな。就活に敗れた大学生かな。この後数年から20年くらい、正信が何をしていたのかは不明瞭だ。加賀一行一揆に参加していたとか、ボンバーマンこと松永久秀に仕えていたという説がある。ボンバーマン？創作という意見もあるが、日本史上で初めて爆死した人物だと言われているからだな。気になる方は一時停止して、画面上の説明をご確認ください。その後正信は、早ければ1570年頃、遅くとも1582年の本能寺の変頃には、三河、遠江に戻って、家康に仕えたようだ。大久保忠世が家康に口添えして、帰参を許されたのだったわね。その逸話については、大久保忠世の解説動画で紹介しているので、こちらも見てもらえると嬉しいぜ。ご視聴よろしくお願いいたします。その後、家康に仕えた正信はめきめき頭角を現していく。本能寺の変の後に、甲斐、信濃徳川が制圧した際は、武勇の一人として新領地の統治を担当し、秀吉と争った小牧長久手の戦いや、その後、豊臣に臣従した時期になると、正信は家康の最側近と目されるようになった。家康は正信を、友、と呼んで重用したそうだ。ということは、正信が、殿、って呼んだら、なんじゃ友？って返してたのかしら？リアルに想像するとうざいんだぜ。セリフはさておき、正信はいわゆる軍師だったってことね。軍師っちゃ軍師だが、戦場での駆け引きに優れていた人物ではないっぽいので。政治、外交や、徳川家の長期戦略における、家康のアドバイザー、っていうのが正確かもしれないな。それはそれで超重要な役目ね。正信は徳川家の中でどんどん存在感を示すようになり、1590年に徳川家が関東に移った際は、相模玉縄1万石を与えられ、同時に江戸の町づくりを担う奉行となった。朝鮮の駅で九州に出かけたり、上方で豊臣政権の運営に携わることが多い家康に代わって、実質的に江戸の町づくり責任者として、働いていたようだ。家康の信頼が伺えるわね。1600年の関ヶ原の戦いにおいては、秀忠の別動隊に同行し、本戦地国組の一人となってしまったが、家康の信頼は揺るがなかったようで、戦後処理においては重要な対外交渉を担当。重要な対外交渉？代表的なところでは、島津、上杉、真田など、敵対した大名の処分、領土削減に関わる交渉を担当したぜ。交渉がこじれるとヤバそうな A トップ3、って顔ぶれね。家康が征夷大将軍に就任し、江戸幕府が創設された以降も、
正信は家康のアドバイザーとして、幕府創成期の組織整備に奔走し、秀忠が二代将軍に就任した2年後の、1607年からは秀忠月の年より、後の代でいうところの、老中に就任して、幕政の中核を担った。すごい。正信は老体に鞭を打ちながら、徳川の世の基盤づくりに貢献し、1615年、大阪の陣にて豊臣が滅ぶのを見届け、その翌年、家康が病没すると、後を追うように正信も亡くなったぜ。殿の後を追ったのね。いや、殿の後と言うべきなのかな。そのネタはもうやめるんだぜ。以上が本田正信の家系と略歴だ。正信は、戦場以外の場所で、家康を支え続けたアドバイザーだったのね。そうだな。じゃ、話を正信の人柄、逸話に移そう。了解。正信がどんな人物だったか、端的にまとめると、いろいろと見えちゃう人だ。守護霊とか何かが？違う。先読みとか未来予測って方だな。ああ、そういうことね。今回は4つくらいの逸話を通して、正信の見えちゃう人っぷりを紹介しよう。わかったわ。まず、七将による石田三成襲撃事件の時の話だな。秀吉が亡くなった1年後に、加藤清正、福島正則、黒田長政、浅野義長、細川忠興、池田照政、加藤義明の7人が、対立する石田三成を襲撃しようとした事件ね。うむ。当時家康は京都の伏見にいたんだが、三成がこの襲撃計画を察知して、大阪から伏見に逃げ込んできたんだ。三成は徳川の敵対派でもあるから、対応が悩ましいわね。この時正信は、三成を保護しましょう。彼を生かしておけば、いつか暴発して、反徳川派を集めて戦いを挑んできます。そうなると、何かと好都合です。と進言したらしい。三成を生かしておくと、反徳川派をわかりやすく炙り出せて、一網打尽にできるってことだな。関ヶ原の戦いが起きるって見えちゃっていたのね。そういうことだ。ただし、この時の進言には諸説あって、さっきとは違う論理で、進言したとも言われている。どんな論理？三成は確かに敵対的人物ですが、身柄を渡してはなりません。諸大名が有力者を実力で排除する。そのような行いを許しては、後に同様の事態が起きた際、止める道理が立たなくなります。と進言したって話だぜ。気に入らないからといって、が、議員みたいなのを免職させまくると、それはそれで弊害が出るっていうことね。微妙にわかりづらい比喩なんだぜ。ま、徳川の世を築いた後に、諸大名が、徳川重臣の〇〇を免職しろ。なんて要求してくるイメージが、正信には見えちゃったのでしょうね。おそらくそうだろうな。ただ、さらに他にも説があり。説が多いわね。いかがいたしますか？今考えている。承知しました。と、家康が考えているのを確認し、多くを語らなかったってのもあるぜ。何か進言しなさいよ。七将襲撃事件に関しては以上だ。説三はさておき、説一とには確かに、見えちゃっていた、と言えそうね。そうだろう。続いて、家康の命令に反対意見を唱えて、本意させた逸話を話そう。はいな。家康が将軍職を秀忠に譲り、駿府に移り住んだ頃、駿府の城下で、火事が相次いで発生した。あらら。これに不満を持った家康は、わしのお膝元で火事が多いとはけしからん。今後、家から火を出したら切腹とする。と命じたぜ。ちょっと厳しすぎでは。なので正信は、見えちゃった未来を示して、冷静に反論したぜ。家康様は出火したら切腹と命じられましたが、実際問題として、重臣の家から出火した場合、それだけで重臣を切腹させるわけにはいかないでしょう。むむ、確かにそうだな。逆に、身分の低い者の家から出火した場合、容赦なく切腹となります。身分の高い者は許され、低い者は許されない。そのような事態を招く方では放置は成り立ちません。ぐぬぬ。はい、わかった。命令は撤回しよう。お見事な説得ね。こんな風に、家康の選択や命令によって何が起きるかを正信は見通し、家康に助言することができたから、友と呼ばれて信頼されたのだろうな。あと、見えているだけじゃなくて、考えを変えさせるような、説得力もあったのかもしれないわね。そうだな。その点については、正信が年上だったのも一因かもしれない。正信の方が5つ上なのか。あと、表立って反論して相手の面目を潰すような真似はしなかったという話も残っている。正信は会議の場で、家康や他の家臣の意見を聞いているとき、その意見が優れたものなら、それはいい考えですね。って大いに褒めるんだが、微妙だったり悪い意見だったりすると、むにゃむにゃ。寝てんじゃねえよ。こんな風に狸寝入りして、無言の圧をかけたそうだ。切れ者で年長者の正信がやるからこそ効果のある態度でしょうね。若手や普通のおっさんが実行したら、うざいだけだからな。ひょっとすると、真っ向から反論すると、逆上して話にならなそうだな。なんて未来が見えちゃったからそれを回避していたのかもしれないわね。その可能性もあるだろうな。ま、こんな気遣いができる正信は、き
とみんなから好かれていたのでしょうね。残念ながらそうではなく、特に前線で戦う武将たちからは、正信は口先と暴虐ばかりの腹黒軍師だって嫌われていたようだ。ええ、そうなの？例えば本田忠勝は、同じ本田でも俺はあいつと違う本田だって言っていたらしいし、榊原康政に至っては、正信は腹綿が腐っていると言っていたそうだしな。辛辣すぎるでしょ。こういった要因からか、後世の創作物の中で正信は腹黒軍師とか、卑怯な策を思いつく参謀みたいなキャラになることが多いな。かわいそうな役回りねー。ま、嫌われていることは正信も理解していたようで、その状況から見えちゃった未来について、息子の正純に忠告したという逸話に移ろう。忠告？息子の正純も家康、秀忠に仕え、幕府の要職を歴任した人物なんだが、息子よ、くれぐれも家像には気をつけるのだ。秀忠様から家像の沙汰があった場合、3万石までなら受けて構わぬ。だが、それ以上もらってしまうと、家中から恨みを買って、破滅につながろう。故に、3万石を超える家像は固辞せよ。って忠告したんだ。出る杭は打たれる、って未来が見えていたのね。でも、これが逸話として残っているということは、うむ、残念ながら的中してしまう。正純は父の没後に老中に就任し、5.3 万石への加増を受け、1619年には、宇都宮 15.5 万石に加増、転封された。正信の提示した3万石の5倍か。さらに3年後の1622年、正純は、宇都宮城釣り天井事件、というスキャンダルで失脚させられ、本田正信、正純の家は、改易処分となってしまったぜ。父親の忠告を、もっと大事にするべきだったわね。正信の逸話はこんなところだ。息子の代での不運はあったが、正信本人は優れた予測力を持つ、見えちゃう人で、その資質を最大限に活用し、家康の天下統一に貢献した人物だったわけだぜ。家中での人気はともかく、家康にとっては替えの利かないアドバイザー役だったのでしょうね。そうだろうな。ところで、最後に一つ質問なのだけど、腹黒軍師というのは、実際のところどうだったの？性格面でそういうところはあったの？戦国大名のアドバイザーである以上、多かれ少なかれ、正信の言動に腹黒さを感じてしまうことはあるだろうな。敵の裏をかいてなんぼ、って役職だし、そもそもそういう時代だしね。なので腹黒さゼロとは言わないが、根は真面目、ってタイプだったと私は思っているぜ。そうなの？江戸の街づくりを担っていた時、雨が降ろうが雪が降ろうが、正信は毎朝4から5時には現場に来て、指示を出していたと残っているし、質素倹約を重んじていたようで、重臣になってからも、こたつ布団のような粗末な布で衣服を整えていた。という話もある。確かに、容量の良い腹黒タイプではないっぽいわね。ただ、さっき紹介したように、鋭い予測から意見できる人でもあったから。腹黒い策を思いついてしまったぞ。だが、徳川にとって望ましい成果を得られるのであれば、この策は提案せねばならん。その結果、腹黒と言われても本望である。ってな感じで、正信なりの真面目、を貫き通した結果、腹黒いって評価が、ついてしまったんじゃないかな。ありえそうな話ね。その生き方が、息子の悲劇を引き起こした面はあるでしょうけどね。それは否定できないんだぜ。ってことで今回は、本田正信を紹介したぜ。正信は予測力や推測力に優れた、見えちゃう人で、その資質を生かし、家康の天下取りと、江戸幕府の基盤づくりに貢献した、アドバイザーだったぜ。そうね。戦国時代においても、現代においても、組織トップというのは、相当なプレッシャーにさらされるものよ。うむ。家康も徳川のトップとして、日々プレッシャーと戦ってこんな顔をしていたそうだけど、この肖像画には諸説あります。そのプレッシャーを和らげてくれたのが、正信だったんじゃないかしら。ほほう。正確な先読みができる正信が、家康の決断に対して、愚直に賛成したり狸寝入りしたりして、アドバイスしてくれるから、家康はプレッシャーに打ち勝って、大きな決断をすることができたのよ。そうかもしれないな。本田忠勝や榊原康政が、自らの部、を持って、家康の命を守ったように、正信はその頭脳を持って、プレッシャーから家康の心を守った人物だった。つまり正信は、名実ともに、家康の心の友だったのよ。何？どうしたの？若干強引さの見えるまとめに、明日はお前の家に、身の程を超えた15万石が、降ってこないか不安だぜ。降ってくるわけないでしょ。ということで、今回はここまでだぜ。この動画が良くても良くなくてもチャンネルは登録してほしいわ。それでは、ご視聴ありがとうございました。